BFD。 ああ叩いてるやつ、選んでるやつがこうポインターでなるわけですね。はい、で音を変えたいときは対象のスネアだけダブルクリックをすれば負けます。うん、従来のでも絵綺麗ですね。全然でかくなっちゃうね。うん、音が変わりました。で今回はミキサー画面があるので、すごいですね。でこれが、例えばこのチャンネルがマスターに直接行ってる、ああルーティングが線で出ると、こうやって出ます。はい、マスターに入ってるのは全部、うん、例えばこれを、スネアだけ、スネアだけを一つの場所にまとめるとか、はい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 、やってあげるとスネアが鳴った時に、うん、このバスに振られる。で今回はその選んだところ、うん、そのキーパーツを選ぶと右側にこうやって情報が全て出てきます。じゃあちょっとアップしましょう。ああすごい良さげというか良いですね。で自分で気に入ったスネアがあればこうやってレーティングしてあげたりとか。ちょっと待ってくださいね。今こいつは5つ星になったわけです。5つ星になりました。でこのスネアの、オーバーヘッドに送る量とか、はいはいはい、ルームに送る量とか、あとはミュートでダンピング、うん、今までページ変えてたやつが見える、ここでできる、まあ、そのまま直接できるようになる、こうなりました。でこれミキサーの方も同じで、そのバス選ぶと右側に情報が出てくる。例えば前 BFD ワンダーメイン画面で出てたマイクの画面とかはマイクの画面ちょっとかっこいいです。スタジオこういう風になりました。はい、でまた相変わらずこう距離とか幅を変えることができます。ドラムセットはなくなったんですか？ドラムセットは別に設置前で、で、各種のプリセット、設定の項目がここにも出てくる。で注目の EQ 部分は4バンド。いや EQ っていうか、ね、エフェクト、うん、この選んだチャンネルの、例えばじゃあこのスネアのところに選んで、ここ4つエフェクトが刺せるようになってるんです。4つ以上刺したいときは1つ別のバスに受けてあげて、クリックすればエフェクトの画面が出てきて、あコンプはあるディレイ、オーバードライブ、まあ、こんな風にでエフェクトの順番変えるときはこうやってスライドでできる。完璧ですね。はい、これになりました。でだいだいぶ見方が全体的に変わりまして、この中でシーケンスエディットができるようになりました。パターンが作れる。でロードでロードパターンを押してあげると、こんな風にまずこうジャンルを選んで、はい、例えばじゃあファンクを押すとテンポの大まかな元のテンポが出てきて、うん、80、90で元のビフリ1のパターンなのか U2 のパターンなのか、あどっちも入ってる。こんなパターンがあります。はい、で、選ぶとこんな風に情報が出てきます。はい、で、ロード、で、ここにこう出てきてるので、うん、前みたいな感じと同じように、ああ、アサインの、はい、もう全体的に相当見やすいですよね。これは相変わらずミディトラックにドラッグ&ドロップは感度があります。できます、ドラッグはできる予定に選ぶところにシーケン
スが出てくるので、ああ今までと違ってこの中でいじり直せるできます。メロディー新しい音を付け加えたり、ASも終わりですね。はい、インチャン、はい、ありがとうございます。